ビルデンラート試験船は、新しい鉄道車両の研究と開発のために、設けられた。その一方、すべての鉄道車両の形式承認のための試験のほか、短距離、長距離の鉄道施設の実際の、しかも、極限の条件下での試験も受託する。このセンターは、ドイツのノルトベストファーレン州、ベグベルクビルデンラートにシーメンスモビリティ社の一、組織として所在している。 この施設は元ドイツ中流イギリス空軍のビルデンラーと基地であった35ヘクタールの敷地を利用して1997年に運用を開始した。専用側線を介してドイツ鉄道のネットワークに接続されている。センター内の総延長 28km の線路は2つの環状線と3つの試験線から構成される。標準機関の他に 1000mm ゲージの軌道も用意。 されている。内周の環状線は路面電車のために用いられる。半径約700メートルの曲線を有する延長6.1キロメートルの外周の環状線は最高速度時速160キロメートルであり、半径300メートルの曲線を有する延長2.5キロメートルの内周線の最高速度は時速100キロメートルである。延長1.4キロメートルの直線コースは、 乾燥条件下で時速 80km の速度までが可能である。二つの短い試験線は、それぞれ4%と7%の勾配、半径50、25、15m の曲線を有する。電気車への電力供給としては、架空電車線方式と第三機乗方式があり、異なる電源方式を選択できる。大きい方の環状線には E トックスと ドイツの ATS システムの一種である PZB が付設されており、一時的に他の信号システムも設置できる。また試験センターには試験台を備えた工場棟も併設されている。シーメンスはこの試験施設を他の鉄道車両製造メーカーにも開放している。この施設には2010年発までに1.1億ユーロが投じられ、約250人が働いている。 ありがとうございます。